はい、皆さんこんにちは。都城乗り物チャンネルでございます。本日はですね、2021年、10月の2日土曜日ですね。見事な素晴らしい天気でですね、今日はちょっと撮影に行こうかなと思っております。で、今日は何をするかというとですね、今からですね、都城渋市道路を通ってですね、渋市経由で、最終目的地は、串間市ですね、そこまで行ってみたいと思います。今年のね、2月かそのぐらいに一応横市と渋市まで鹿児島の工事の区間が完成して、一応つながった都城渋市道路ですけどね、私まだ全部渋市まで行ったことがないもんで、今日はその試し乗りも兼ねてですね、ちょっと行ってみたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ということで、スタートですね。ちょっとこの目の前の道路左に入って都城渋市道路に行きたいと思います。この道をまっすぐ行くとですね、もう見えてますけど、前方の方に都城渋市道路のですね、入り口が見えてきますので、そこから入っていきたいと思います。もう今はすっかり咲いてない桜の並木道を通ってですね、見えてきましたけど、都城渋市道路、横市インターチェンジ無料と書いてありますけどね、そっちの方に行きたいと思います。車がね、ひっきりなしにどんどん入っていくんで、この横市インターチェンジが今現在都城渋市道路の都城市内の終点になっておりまして、ここからまださらに都城インターチェンジの方まで今工事中なんですけど、来年ぐらいには全線開通になると聞いてますけどね、まだ工事をしているところですね。結構対向車とか多いですね。結構対向車今 4,5 台連なってきましたけどですね、ここからまず次のインターチェンジが平塚インターチェンジということで、距離にして 2km ですね。その次が磯市インターチェンジになるということですね。結構見る限り対向車も結構多いし、この私の行ってる方向もですね、前方2台と、後方2台とですね、走っているような感じですね。ただしここはちょっと高速道路っぽいんですけど、高速道路ではないんで、最高速度が70キロぐらいだったと思うんですけどね、多分70だと思いますけど、標識が出てきますので、またそこはちょっと確認したいと思います。出てきましたね。70キロですね。最高速度70キロということになっています。で、順調に走ってきたらですね、平塚 500m という看板が出てきてですね、今現在時間は8時41分ですから、ほぼ1分前ぐらいに乗ったからですね、8時40分に、都城渋市道路に乗ったんで、それで渋市までどのぐらい時間かかるかね、ちょっと見ていきたいと思います。平塚の出口ですね。ここから鹿児島の方に行く県道2号線っていうのがあるんですけど、それを通っていくと非常に鹿児島空港までね、近いので非常に便利な道なんですけど、県道2号線ですね。また別の機会にご紹介したいと思いますけど、ちょっと高いところを走ってるんで、結構眺めがいい感じですけどね。順調に走行しています。次はですね、磯市インターチェンジ、磯市インターチェンジになるんですけど、磯市インターチェンジは国道10号線ですね、鹿児島国部方面の、国道10号線に接続してますから、そこで降りて10号線に乗り換えることも可能ですね。磯市インターチェンジまで出口 500m、
結構早いですね。あー、なんか結構後ろの車が割と詰まってきたですね。詰まってきたけど、ここ70キロなんでですね、一応流れに乗って走ってるんですけど、そんなにスピードは出せないぞと。そしてこちらが、五実町ですね。五実町のインターチェンジ出口ですね。以前の動画でも話したことがあるんですけど、この都城渋谷道路っていうのが、まあ、もうこんな高速道路みたいな道なんで、もう道の、まあ、要は沿道沿いにですね、そんなお店屋さんとかそんなのが全くないんですね。まあ、コンビニとかないもんですから、まあ、途中でトイレ行きたくなったらどうするのかってこともあるんですけど、まあ、そんなに時間かからないと思うんですよ。渋谷まで行くのにですね、だいたい30分ぐらいで行けると思うので、まあ、その点を考えたらですね、そんなにトイレ休憩とかも困ることはないと思うんですけどね。次は今町ですね。今町インターチェンジ、ここはですね、国道にまた接続しています。国道269号線ですね、ルート269、ここから降りて鹿屋とか、まあ、鹿屋の手前、岩川とかですね、そっちの方を見に行くときは便利ですね。で、今町インターチェンジ、通過しまして、次はですね、梅北になるんですけどね。梅北はね、特に接続する道はないと思うんですけどね。梅北、あと 800m で梅北インターチェンジですけど、ここでですね、ずっと1車線だったんですけど、追い越し車線ができてますね。これ最近できたんじゃないかなと思うんですけどね、追い越し車線はですね、ここでまあ、遅い車がいれば、まあ、抜かしてくださいよっていう話じゃないのかなと思いますけどね。まあ、こういうところを設けないと、ちょっとまあ遅い車はね、イライラするでしょうからね。私はもう普通に制限速度内で走ろうかなと思ってますけど、ということで、梅北インターチェンジ出口、こちら通過ですね。梅北で降りてもまだ国道269号線と接続ができているので、まあ、あそこですね、今町で降り損ねても、まあ、慌てずに梅北で降りれば国道269号線にまた戻れますんで、そこは心配しなくてもいいのかなと思います。あとは次は金見岳インターチェンジですね。金見岳はですね、まあ、都城市内の、山が金見岳っていう、まあ、標高は多分400メートルか300メートルかそんなに高い山じゃないんですけどね、ハンググライダーの、基地というかハンググライダーの施設があったりしてですね、ハンググライダーの愛好家の人がですね、まあ、今頃グランク施設になるのかな、秋ぐらいに飛んだりしてるみたいですけどね。いつの間にか今度は、追い越し車線がなくなりまして、また対面通行の1車線になったですね。どんどんこう左手の方にも山が迫ってくるような感じで、これから渋谷に向けてちょっと山道になるんでですね、金見岳インターチェンジ出口見えてきましたね。ここで降りた場合はですね、どうなるかというと、以前、まあ、この道路ができる前に下道というか県道があるんですけど、渋谷の方に行くそっちの方と接続しているので、まあそっちの方に目的地がある方については、さっきの金見岳インターチェンジで降りて、その県道を通られるといいのかなと思いますね。
金見岳インターチェンジを過ぎるとですね、しばらくインターチェンジがないんですね。で結構横市から金見岳までは割と細やかにインターチェンジが設置されてるんですけど、金見岳を過ぎるとですね、山の中を通るという関係もあるんでしょうか、ないんですね。次は多分松山だと思うんですけどね。松山、もともと当初からというか当初開通している区間からあったインターチェンジだからですね。前回乗り始めというかこの区間が開通した時は、そうですかね、そう、あ、そうがありますね、そうインターチェンジがありますね、そうインターチェンジの次が松山ですね。そうまで行ってそこで降りて引き返したんですけど、あ、ここは長い下り坂になってますね。長い下り坂、速度注意、ここから末吉まで 3.4 キロ、松山まで 7.6 キロ。あ、なんかすごい車で来たですね、後ろから車が。けどここ70キロですもんね。そんなに速く走れませんもんね。ちょっとスピード上げたいと思います。煽り運転ですよ、煽り運転。そんなにあれしちゃう。結構ね、前も詰まってるんでそんなにスピードは出せないかと思うんですけど、ちょっとせっついてきたのでスピードを上げたいと思います。今度は下り坂から今度は上り坂ですね。まあ、結構な上り坂ですね、ここはですね。ちょっとスピードは出しておりますが、前方の車にねちょっと引っかかりそうになりましたけど、後ろの車もちょっと離れていったですね。多分車がそんなに排気量のない車なんで、リッターカーみたいな車なんで多分パワーがないんだろうと思いますけど、先ほど言った末吉インターチェンジ出口1キロまで来たですね。なんか途中で休憩するとことかあればいいんでしょうけどね、ちょっとどうなのかな。前回は末吉までしか行かなかったんでその辺がよく分かんないんですけど、あるのかな。すごい勢いで追い抜かしていったですね。宮崎、まあ、あんまりナンバーとか言ったらいけないですけどね、末吉インターチェンジ通過して、ここから先、末吉から、ね、有明北まではもともと開通区間、鹿児島県側の開通区間だったんで、もう道自体は昔からあったんで、もう10年以上、15年ぐらいになるのかな。まあ、都の城渋々道路も なんていうかこう虫食い的にこう部分部分を徐々に開通させていくような感じになってるんで、まあ、それが来年になったらバシッと全部渋谷から都城インターチェンジまでつながるということになりますね。ここももう1車線になるみたいなんで、ちょっと右側の、車線に行きたいと思います。ここから松山インターチェンジまで 3km と有明北まで 7km ですから、あ、 10km ですね。有明北まで行きますね。で私以前もうかなり前ですけど、もう10年ぐらい前ですけど、平成20年から平成25年まで仕事場がですね、職場が渋谷市だったもんですから通勤してたんですね、都城からですね。その時はもうこの今通ってるこの部分は開通してたんで、まあ、時間にすると私の住んでいるところからだと渋島ではだいたい30分ぐらいですね、30分から35分ぐらいで着いてましたので、まあ、十分通勤が可能な距離ではあったですね。ただまあ、やっぱり距離が30キロとかあるもんですから、はい、30キロ40キロあるもんですから、まあ1日結構な距離走るんで、車の走行距離数がもう飛躍的に
上がるということになったんですけどね。まあ、それはあの今乗ってるこの車、買い替える前の車の話だったんで、ちょっと今まで、もうすでに開通してた区間を走ってるんですけど、まあ、だいぶ路面が今ゴツ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 という感じで、あまり路面の状態は良くないのかなって気はしますけどね。まあ、定期的に路面の補修はしてるんだと思うんですけどね。ここからまたちょっとしばらく下り坂ですね。で松山まで出口 500m ということで、結構路面のゴツゴツ感が結構ありますね。でこの辺はですね、もうなんかタヌキが多いんでしょうね。で私が昔通勤してた時はもう朝もうタヌキがですね、もう車に引かれて2、3匹必ず死んでましたからね。まあ、山の中って言えば山の中ですから、まあタヌキは十分いいだと思います。ということで、今松山を通過しましたね。松山インターチェンジ通過しましたね。もうこの辺りはどっちかといえばもう都の城の方が近いんで、多分住んでらっしゃる方は鹿児島県民なんでしょうけど、まあ、日常の買い物とか、まあ、仕事に行かれる方も都の城の方にですね行かれる方も多いんじゃないでしょうかね。はい、ということで現在時刻が8時55分、横市から都の城渋子道路に乗ったのが8時40分ぐらいですから、だいたい15分ぐらい経ったということですね。有明北まで来れば、まあ、一応市的には渋子市になるんでね、もう渋子に入るということになりますけどね。あ、すいません失礼しました。松山からも渋子ですね。はい、旧松山町もう合併して渋子市になってますので、もうここは渋子市に入っているということですね。まあ、ざっくり言うと隣接しているという話なので都の城とですね、ちょっと勘違いしてました。この有明北、出口1キロ、ここがですね私の知ってる都の城渋子道路の鹿児島県側の、まあ、出口というか、昔はこの有明北で降りてですね、そこから県道、まあ、いわゆる下道というか県道を取って渋子の方まで行ってましたから、有明北の先からがねどんな感じになってるかはちょっとかなり興味があるんですよね。まあ、けど下道でも10分ぐらいで渋子の中心部までついてましたんで、この都の城渋子道路だともうちょっと早いんじゃないのかなって気はしますけどね。有明北の出口が見えてきて、以前はここがもう終点で直接県道にぶつかってたような感じなんですけど、今は出口が特別に設けられて、道はまっすぐ続いてるって感じですね。なかなかいい道ですねこれですね。もうちょっとなんか人知れずというか、ここはもう未知の空間なんで、車も結構多いですね。前も結構パンパンに詰まってるし、後ろも結構トラックとかも来てるし、資料を運ぶ車とかねが多いんですよね。結局渋子港ですよね、渋子港に入港した貨物とかいう資料関係を資料運搬車でどんどん都の城とかそういうところに運ぶんですよね。まあ、そういうことでどちらかというかこの都の城渋子道路って産業道路的な意味合いが、まあ、ほぼ強いというか、ちょっと緩やかな下り坂になってまた上るような感じになってますね。今ちょっとブレーキは踏んでませんけど、次は伊佐木田ですね。伊佐木田はですね、大相撲の関取で千代丸関っているんですけどね、千代大鳥関と、まあ、兄弟なんです、まあ、千代丸のがお兄さんで千代大鳥のが弟なんですけど、がここの、鹿児島県渋子市伊佐木田の出身ですね。ここはあまりよく知られてない
話なんですけど、なんか何年か前に実家があの火事かなんかにあったりして、なんか大変だったという話だったんですけどね。ということで伊佐木田出口、伊佐木田出口を通過してさらに道路はまっすぐ走ってるっていう感じですね。次は有明東インターチェンジ 1.8 キロ、ちょっと前の車との間隔がちょっと詰まってきているような感じですけど、まあここは70キロ制限ですから、今度はトラックがすごい勢いで迫ってきたですね。けどこれ前詰まってるからもうしょうがないですよね。そんなに詰めないでくれって感じですけどね。この先対面通行でさらに下り坂 5% の下り坂だよということで、ちょっとなんか前の軽自動車がおかしな動きだったんで、ちょっと左に出口でもあるのかなと思ったんですけど、そうではなかったみたいですね。もう私が志布志の職場を去ってというか、そこから変わって、もう8年ぐらい経過してるんで、まあその間に道は工事はね順調に進んでたんでしょうけどね。今時間が9時1分ですね。9時ちょうど回ったとこなので、入港時から乗って20分経過したような感じですね。で有明東出口終点はですね、多分あの東九州自動車道とか高速道路とかに接続してるんじゃないのかなっていう気はするんですけどね。高いところから来てるのかもしれないけど、結構下り坂が多いんですよね。登ったり下ったりを繰り返してるか、どうしても山の中ですからそうなるんでしょうけどね。あ、もう渋し3キロって書いてありますから、渋し3キロが多分終点なんでしょうね。そこで降りちゃうかな。早いですね。今まで有明北から10分ぐらいかかってたけど、多分5分もかかってないような気もするんですけどね。で降りた方がいいのかな。終点っていうのがどこにあるかちょっとよく分からないからですね。渋谷で降りた方がいいのか、まああのちょっと案内板が出てくると思うので、それを見て決めたいと思いますけど、実はあの事前に、何も学習をしていないというか、もうぶっつけ本番で、行ってるんで、多分あの接続する道路とかが出てくるんだろうとは思うんですけどね。どうなんだろう、ちょっとの若干不安な気持ちにはなってるんですけど、まあ、のどちらも渋谷からですね串間の方に行くので、まあ時間的にねちょっと串間からちょっとまた先にちょっとやることがあるんですけど、時間的にはだいぶ余裕があるので、ちょっと渋谷で降りて、渋谷で、ちょっと懐かしいんでね、ちょっとぐるぐる回ろうと思いますけど、まあ終点ですね。あの渋谷は終点です。500メートル先渋谷終点ってことですので、ここでも強制的に降りんといかんってことですね。接続はまた接続で、あの県道とか国道とかあるんじゃないかなと思うんですけどね。こちらで、終点ということですね。速度落とせ指示がありますので、ここから左の方向です。あのもう見る限りまだまっすぐ道ができるような雰囲気なので、まあ、いずれはできるんだろうとは思うんですけどね。ここは東九州道ではなく渋谷市街の方に、串間渋谷市街の方に、ちょっと行きたいと思います。左ですね、左方向に行きたいと思います。ここ
この信号をまっすぐ行くとですね、渋市インターチェンジ入り口って書いてあるんで、まあ一度ここで都城渋市道路を降りて、それからまた東九州自動車道の渋市インターチェンジの方に行くような感じで、その間が工事になってるんでしょうね。だからいずれは今の降りなくてそのまままっすぐ行くことによって、東九州自動車道、あの本当の高速道路の方に乗れるのではないかなと思いますけどね。こちら左に曲がって、行きたいと思います。ちょっとね、いまいち、分かりました分かりました、ここはすごいですね、はい、あの非常に懐かしい光景というか、はい、ありますね。なんかローソンとか新しくできてますけどね、なんか懐かしいですね。この先右側の方にですね、あのホームワイドがあると思うんですけど、ホームセンターだったと思う、ホームワイドだったと思うんですけどね。左手セブンイレブンありましたね。あ、失礼しました、ナフコですね。ホームワイドではございませんでした、ナフコですね。こちらが渋市消防署、渋市消防署ですね、ナフコ。あ、懐かしいですね。2年ぐらい来てませんよこの辺。はい、この先ねちょっとねすごい長くて急な坂道があるんですよ、そっちのちょっと行ってみましょうかね。で、あの渋市市役所、渋市署に行ってみましょうかね。あの有名な、全国的に有名なんですよ、あのすごい渋市がいっぱい出てくるんですけどね、そこに行ってみたいと思います。この信号まっすぐ行くと、ちょっとね長い下り坂があるんですよね。結構急な坂でですね、まあまあ登るのも結構しんどいんですけど、下るのも結構ね怖いんですよ。あの高いとこから一気に、あの港町だから当然港だからですね、あの低いところに一気にバーッと降りてくるような感じなんですよね。あの右側の方はあの東半車線もあるような感じですから結構きつい、厳しいんですけどね。この先に、信号があるので、そこから右に入りたいですね。ここですね、ここから右に行きましょう。ここまっすぐ行くとね、あの渋市港に行けるんですけど、ここは右に曲がって、結構車が、なんかすごい車がいっぱいいたりする。ちょっとあの昔の渋市のこう名残というかですね、そんな感じの古い感じの、昔商店街だったっていう、ね、栄えてたっていう感じですけどね。ここ右に曲がると、渋市市役所の渋市支所がありますので、ちょっとそっちに行ってみたいと思います。これですね、渋市市役所、渋市支所ですね。